毎度お世話になっております。魔法先生ネギマ実況プレイ続きをやっていきます。よろしくお願いします。はい、パート1からの続き撮りで初日のお昼ですねやっと昼休みだ。とりあえず午前の授業こんなもんだよね。クラスのみんなも授業が終わってなんか急に生き生きしてきてるや。授業中は死んでたんですか。この前いい店見つけたんだ、今度の日曜行かない？この二人あんま覚えてないなあの右っていうか真ん中の子と右の子。この人は出席番号かけ柿崎美沙さん、チアリーディングなんだ。いいね、行こう行こう。この子はなんとなく覚えてんだけどね、桜子さん。いやでもなんか俺の中でだけどこの3人はなんか影薄かった気がする劇中でどうだったかは分かんないけど。ちょっとこの時期あんまり遊ぶのまずいんじゃない？釘宮さん、釘宮まどかさんもそう、3人一緒にチアリーディングやってるんでね、釘宮ではありません。いいじゃんいいじゃん、今から慌ててもしょうがないって。釘宮って呼ぼうか。やっぱりいつ見てもチアリーディングの3人は仲がいいな。クラスの雰囲気もいい感じだし、これなら一人前の先生すぐなれるかな。ん？ネギくん、さっきから何こっち見てんの？チラチラ見てただろう。チラチラ、私たちのことをチラチラ見てる、あなたのことをチラチラ見てたぞ。あ、いえ、そういうんじゃなくて。なになに？ネギくん、私たちに興味があるの？興味があるのか？そこまでは聞いてないけど。あ、わざわざありがとうございます。誕生日プレゼント期待してるね。あ、それいいな。私とまどかの誕生日に教えちゃおっか。ちょっとミサまで。何？大体あんた彼氏いるでしょ。中学生のくせに許さんぞ先生は先生と付き合いなさい。先生と不純異性言う声は許しませんよ。バカね、ロシハモユカの少年に見つがれるってとこがロマンなのよ院長以外にもやべえ人いたな。誕生日プレゼントは見つがれてるってのとちょっと違うでしょ。あ、なんか面白そうなことやってるじゃん。あ、双子の子だ。ふみふかとふうかだっけ。双子の妹さんも同じクラスなんだよね。見分けはつけやすいけどね、髪型が違うから。ネギ先生に自己アピールすれば恋人になれるですか？こっちがその、ふうかさん、ふみかさんか。散歩部、あー、そんな部あったね何をする部なのかわかんないけど、なんかネギマの方ではチュッパカブラを探してた気がする、この二人。いや、違いますっていうか、なんか話がさらにずれちゃったな。それに僕、担任なんですから、言われなくてもみんなのこと知ってます。なんだ、残念です。でもさ、僕、ここか。本当に僕らのこと知ってるの？ウィキで見た。ウィキって調べるよ、わかんなかった。出席番号だけってことないよね。え、そんなことは。あと所属クラブとかも分かりますし、スリーサイズも分かるぞ。なんならウィキがあるからな、こっちには。ああ、そんな表面的な情報だけじゃダメだって。僕らの個性もちゃんと言えないとね。どうなのさ、ネギ先生。もちろん大丈夫です。二人の特徴というと、いたずら双子。全然ダメ、分かってないよ。ネギ先生ひどいです。いたずらしてるのはお姉ちゃんなのにこの子たちは小学生に見えるんだけど。あ、ずるいの海か、自分だけ。これこれ。お、忍者。喧嘩はいかんでござるよ。あ、いえ、忍者なんでこの人忍者だよね、確か。この人は永瀬楓さん、
出席番号20番だよね。古武術だっけ、いや忍者だった気がするな。そういえば永瀬さんも双子と一緒の散歩部所属だっけ。あ、永瀬さんすみません、助けてもらっちゃって。いやいや、大したことではござらんよ忍者隠す気ないよ。 ござるとか言ってるよ。それよりネギ先生、拙者のこともわかるでござるかござるって、ござるなんかつけるのはまあ忍者かお侍さんかオタクくらいだよねそんな永瀬さんまでって、そうだ、永瀬さんとやっぱり、永瀬さんといえばやっぱりジャパニーズ忍者ですよね。忍者、それは何の話でござるかな。隠してんの、さすが忍者汚い。え、でもだってネギ先生もまだまだでござるな。ニンニンって言ってるし。ニンニンって忍者じゃないか。ニンニンってどう見ても忍者なんだけど。まあ本物の忍者はニンニンなんて言わないと思うけど。なんだよニンニンって。おニンニンってこと。お、この子確かネットアイドルじゃなかったっけ。あの人は出席番号の長瀬、ん？長瀬川か。千代さんだったよね。パソコンとか得意だって聞いてるけど、そういえば話したことなんてほとんどないや。うん、みんなと打ち解けていい雰囲気だって思ったけど、なんか、フォトショーとか使って自分の写真を加工した、なんかコスプレ写真とか上げてた気がするな。フォトショーの使い手ですね、彼女。ネットアイドル、チウチウとかいう。そんなハンドルネームで活動してた気がするな。まだまだちゃんと話してない人もいっぱいいるみたいだな。漫画読み直そうかな。よし、昼休みだし歩き回ってクラスのみんなといろいろ話をしてみよう。昼休みは13時5分まで。職員室に戻ってずっと休むこともできるけど、クラスのみんなと仲良くなるチャンスだもんね。ここから移動パートか。どうやって 2A の人を見つけよう。生徒を見つけたらもうバッチリ。じゃあ、せっかくだから確認してみますか。クラスメートの探し方。スタートボタンでマップを開くと、星の表示で 2A 生徒の居場所が表示されています。まずはこの星を目指してマップを移動してみてください。また星の中に特別な出来事を示す赤い星が存在する場合があります。これを意識して生徒と関わることでより深く交流を進められます。赤い星がイベントマークってことね。2A の生徒は時々メッセージにびっくりマークのようなアイコンを出すことがあります。エクスクラメーションマーク。見つけたら積極的に話しかけてみましょう。探し出すのはそんな難しくなさそうだね。星がついてるところに行ってびっくりマーク出てる女の子、クラスの生徒に話しかければいいので。はい、わかりやすかったです。チュートリアルがしっかりしてんな。生徒と交流を深めることも先生の大事な仕事だもんね。あ、そうそう、授業や休み時間の時に聞いた話では、アスナさんは体育館前でよく見るって聞いたけど、何かしてるのかな。これヒントですね。食堂棟でマキエさんの元気な姿をよく見かけるとさっき誰か言ってたな。食堂にも行ってみるか。時間があったらちょっと様子を見に行こうかな。じゃあ体育館裏行ってみます。体育館裏だっけ食堂と体育館ですね。体育館前でよくアスナさんを見かけ、裏じゃないね。マッキエさん食堂、セレクトボタン表示、表示で繰り返す。こういうことか。おお、話しかけられる。この子は知らない人。あ、なぎ先生、先生も一人ですか。誰かと待ち合わせですか。ん？あ、それじゃあ先生。おお、ちょっと会話がこれオートで進むのか。おお、会話を自分で選んでやらないといけないのか。ちょっと聞いてよ、返事する。なんだかさ、はい、ちょっと大きくなってきたかな。何が。ちゃんと聞いてる？返事をする。難しいな、これ。発育について。
そんな話を先生にするのか。あ、そうだ、移動しよう。全体マップ。あ、これで生徒名簿とか見れるんだね。ちょっと先に移動しちゃいたいな。あ、待って待って。移動、これどうやるの？あ、こうか。あ、これ全体ってことか。これ、ピンポイントで移動できるってわけじゃないのね。体育館前と食堂とのところに星がつ、赤星がついてるね。じゃあ、行ってみる。屋外マップで総合機左右でマップを切り替える。もうこれどうやって移動するんだ？あ、ん？テレポートとかはできないのか？自分で歩いて移動しましょうってこと？そういうことかな。生徒見つけよう。そういうことか。歩いて行ってくださいってこと？そういうこと？じゃあちょっと戻って外出てみる。これマップのつながりがちゃんと分かってないと移動難しいですね。中央ホールは誰もいないか。これどう行けば向こう側に行けるんだ。どこからつながってんの。つながりがいまいち。中等部校舎からだから外出てみれば、こっからこう行けば行けんのか。こうですかね。あ、出られない。ちょっと待って、場所が、マップのつながりがいまいち分かりづらいね。校舎街、あ、これ多分これでいけるんじゃない。なんかあれだね、ファイアーエンブレム風化雪月みたいな。あ、行った。アスナさーん、今日もいい天気だ。中庭あたりで昼寝したら気持ちいいかもな。でも午後の授業に寝坊したら嫌だしな。って忘れてた、午後の授業の教材今のうちに用意しておかないと。あー、タフった。あー、でも教材いっぱいあったんだ。あわわ、どうしよう。ネギマはネギくんが一番可愛いまであるからな。実は教材運ぶの忘れてしまって。あ、そうだ、アスナさん手伝ってくれませんか。委員長さん呼んできてくれませんか。いや、自分で何とかするべきだよ。アスナさんに手伝ってもらおう。アスナさん手伝ってくれませんか。私の貴重な休み時間潰せって言うんだ。そんな言い方してませんよ。何ですか、アスナさん。え、いや、そういうわけだ。すいません、やっぱり自分でやります。結局は手伝ってくれるんだよね。行くって。その教材を取りに行くのに決まってるじゃない。あんた一人じゃ次の授業に間に合わないんでしょ。アスナさん口悪い時はあるけど、お姉ちゃんしてるからな。手伝ってくれるんですか、ありがとうございます。で、教材はどこ。普通さ、朝っぱらから講習の面前で服剥ぎ取られて、こんなに仲良く話してくれないよね。よくよく考えたらアスナさんすげえ人格者だよな。こっちです。ショタでよかった。大体あんたは先生としての自覚に欠けてるのよ。教材のことを今の今まで忘れてるなんて。まあ10歳やぞ、そんな言うてやりなさんな。うん、それはそうですね。あら、ネギ先生。誰だ。誰。高等部のドッジボール部、黒百合の、え、知らない。え、こんな人いたっけ。覚えてないんだけど。ラブヒナにいませんでしたっけ。そう、A子です。ところで、ネギ先生。名前適当ですね。A 子ってアルファベットの A ってこと。
ドッジ部にはいつ入っていただけるの？え、その話は以前丁重に。ちょっと、その話はもうケリがついてるはずでしょ。なんかエピソードあったっけ？覚えてないな。あんたには関係のないことよ。なんですって？この豊島が。 JK に対して失礼な。JC から見たらまあ確かに JK は豊島かもしれないけど。ミルク臭い子供は帰って寝てれば。あわわ、二人ともやめてください。僕をめぐって争わないで。あんたは引っ込んでて。ケリだの豊島だの引っ込んでろだの。あんたはダートレ。相変わらず品のないことね、神楽坂アスナ。帰ってミルクでも飲んでなっていうのもどうかと思いますけど、西部劇っぽいよ。ハスナさんっていうか神田明な明美さんはさ、なんですってっていうセリフ多いよね。英雄伝説でも言ってた気がするな。英雄伝説ではアンですってだけど。いやだから、あの喧嘩はやめてくださいって。あ、おいおい、また喧嘩してるのかい。誰だっけ、なんかいたな、うさんくさい人。あ、高道だ。目がいやらしいんだけど、この高道。前にも言ったけど、女の子の喧嘩はみっともないぞ。ハスナさんは高道のことが好きなんだよね。ほの字なんだよね。仕方ないわね。今日のところは引き下がってあげるわ。ネギ先生、いつでもドッチ部にいらしてくださいね。歓迎しますから。ドッジボールって避ける競技なんですよね。あれ、当てる競技じゃなくて。ありがとう高道、こういう時僕だと止められなくて服脱がしちゃえばよかったの。まあ時期になれるさ。誰だって初めからうまくできやしない。高道の声優さんって藤原刑事さんか。それとアスナ君、なんかアニメだと違ってた気がするんだよね。あの1期と2期で CV が違ってた気がする。はい。元気がいいのもほどほどにな。あんまりネギ先生を困らせるなよ。漫画的表現。それじゃ。あ、高道すごいな。早く僕も高道みたいに一人前の教師になれたらな。元気がほどほど。あの、どうしました、アスナさん。言われた。え、何ですか、よく聞こえないんですけど。元気が良すぎてほどほど困ったって言われた。ほどほどにねって言っただけだよ。いや、高道が言ったのはちょっと違うと思いますけど。嫌われた、私高畑先生に嫌われたんだ。あ、アスナさん待って、行っちゃった。なんか勘違いしてたみたいだけど、アスナさん大丈夫かな。一応好感度上がったな。こういう感じでイベントが進行すると、誰がどこにいるかって。うお、めっちゃ囲まれてる。え、これもう囲まれてんの、どうなってたこれ。あ、あ、何。びっくりした。すげえな、スカートめくりもできるってこと。囲まれ、あ、くしゃみか。ちょっと人多すぎんご。誰がどこにいるかって、こう生徒名簿で見れる。知らないって言われてるクラスメート。あ、でもハスナさんからは親しいになってるな。属性とかなんだこれ。人懐っこい、親しい。あー、のどかさんはもう最初から親しいなんだね。属性ドジッコ清楚。この辺の属性とかは、あ、リストがあるな。解除方法、発生方法。あ、消したりつけたりできるってことか。必要な親密ランク値が変動します。はいはいはい。戸惑う彼女も強く惹かれれば、克服するきっかけを手に入れ、好き感も、プラス社交性240以上でつけられるってことか。あ、解除できるってことか。つけるには知らないで社交性100以下。あなたを見つめてさらに戸惑う。
見つめるとかあるのか、なんかいろいろありますね。勉強嫌いとかもあったね。ちょっとこの辺は後で調べときますか。信頼度ボーナス、体力とか魔力とかあるんだけどこのゲーム何戦うの。スタッシーが言うに、はいはいはい、あ、魔法リストがある。光の矢、ネギ君初期に使ってた、これ白き雷って書いて、なんか別の読み方してた気がするんだけど、荒い来たり、あ、栄翔か。雷の精霊荒い来たりて吹き荒れる本流、突き進む魔装ですかね。なるほどね。はいはいはい。じゃあちょっと待って、場所は分かんないっぽいね、どこにいるかはね。押しても特に、現在マップ外にて行動中って書いてある。お気に入りの生徒30人登録ができます。あ、そうだ、のどかちゃんは、のどかちゃんはどこにいるのかね。俺ののどかちゃん、マップ外にて行動中、ここにはいないっていうこと言ってんのか。じゃあ、食堂行ってみますか。今、校舎のところいるから、あ、じゃない、こう、体育館前にいるから、奥だね。グラウンドに出て上って感じ？子供先生だ。この人たちは話しかける意味はあるのかな？名前なしキャラ？こっちでいい？世界中？全然違う。どこ？クラブ棟前にいるのか、今。ああ、下だな。いつの間にか体育館前から移動してた。お、あ、なんか、ん？あ、これダッシュか、×ボタンで。あー、ごめんなさい、押した押した、すいません。大丈夫ですか？ん、ん、なになに、手つないだんだけど、どういう状況？何か用で。手をつなぐとかもできるんだ。ダッシュ中に人にぶつかると、引き倒しちゃうのか。マキエさんはどこだ？ででででででで。あ、子供先生。ん？いるか？グラウンドだよね。あ！ちゃちゃまるさんがいる。どうもちゃちゃまるさん。話をしよう。はい。とすると、囲碁部に所属。なるほど。こういう会話か。ゆえに。はい。の可能性があり。なるほど。あ、終わってません。ではまたネギ先生。おお、信頼度稼いだな。あ、ネギ先生。とりあえずうなずいとけばいいんじゃないかな。返事をしとけば。パワー。それじゃあ、もう結構上がったの。知らない人。この子はモブなんだよね。ゆえさんに見えたけど違うな。こんにちは。あれ、マキエちゃんどこ？マキエちゃんいるって聞いてたんだけど。もう移動しちゃった？ここだよね、今。見当たらないですけどね。上かな？視点を変え、あ、移動しちゃった。ちょっと ごめんなさい、間違った。視点変えたりとかはできなそうね、このゲーム。ダビデ広場。じゃ戻りますわ。ローディングもそんなに長くないし、割と快適か。あこれ移動するときに丸ボタンとか押して移動するだといいんですけどね。間違って隣のエリアに行っちゃった時に戻るのが大変だな。マキエちゃん、マキエちゃんどこ？いるって聞いてたんだけど。あ、いた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 。
おっす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 。こんにちは、マキヤさん。あ、ネギくん、こんにちは。こんにちは。私、元気だけが取り柄だから。そんな自分を卑下しなさんな。その元気で学業の方ももう少しだけ頑張ってくれると嬉しいんですけど。褒められちゃった。褒めてないんですけど。ねえねえ、ネギくん、ネギくん。そんなことより、ちょっと聞きたいことがあるんだ。そんなこと。レオタードが好き？レオタードですか？背中が割れてるやつがいいですかね。え、どんなレオタードが？ほら、いろいろあるじゃん。赤のとか、ピンクのとか、模様があるのとか。鼠径部がえぐいやつがいいですね。え、急に言われてもどうしてそんなこと聞くんです？今度ね、新体操の大会があるんだ。透けてるやつもいいかも。え、マキエさんはそれに出場するんですか？もちろん。大会には新しいレオタードで出るんだよ。だからネギくんはどんなのがいいのかなって。ネギタードじゃねえレオタードについて本気出して考えたことないからな。そうだな、あんまりレオタードこれがいいっていうのもないけど、ブルマだったらな、色の指定とか言えるんですけどね。紺か赤、赤が最近いいなって。 あと側面にライン入ってるやつ2本。うん、そうですね、マキエさんがいいと思うのが一番いいと思いますよ。あ、これダメな回答ですね。今日ご飯何がいい、何でもいいよって言ってるのと変わんないからね。そういうの一番嫌われるって知ってっから俺、ネットで見た。ちゃんと指定しないとダメなんだぞ。マキエさんならどんなレオタードでもきっと似合います。そうかな。じゃあちょっと考えてみるね。期待しててよ、レオのタード。はい、マキエさんの晴れ舞台ですもんね。必ず応援に行きますよ。嬉しい、絶対来てよ。約束だからね。マキエさん本当元気だな。この会話で親密度を上げていくんだね。そろそろ昼休み終わっちゃうかな。移動魔法とかないのかね、テレポート的な。そういうのなかった。食堂連に2人誰かいるな。ちょっと探してみようか。移動魔法、攻撃魔法、高速魔法、補助魔法、魅力全開。これどうやって魔法使うんだ。そういえば武装解除、物質変化させ吹き飛ばす。移動魔法的なのないなって。どうやって使うのこれ、ちょっとわかんない。まあ、そのうち吹き飛ばす。生徒の服吹き飛ばせるの、これはちょっと使ってみたいな。後でやろう。魔法を行使してスケベなイベントを起こそう。じゃあ食堂に誰かいるっぽいんで。あーでもチャチャマルがいたな。チャチャマルの他にまだ誰かいるってことだよね。チャチャマルはここにいるでしょ。あ、いるね。ちょこれのどかさんじゃない。あ、違う、あやかさんか。おー、話しかけたい。あ、座っててもいいのに。あら、ネギ先生、返事をする。何か私に用事でも返事をする。嬉しいです。返事をするしかしてないけど、話を変えるって。あ、いいよ。のことですか？あ、いいですね。これ、どこで止めるのがいいの？あ、これ、ベストタイミングみたいなのあるのかな？ちょっと待って、会話の、今度二人っきり。先生、待ってください。何ですか？待ってますよ。ぼーっとするのもいいもので。そんなことありませんわ。今度は二人っきりで。ちょっと会話のシステムを、会話システム、生徒に話しかけると吹き出し状にバーが表示する。バーには赤いポイントがあるので、そこにカーソルが重なる瞬間にボタンを押しましょう。押したボタンによって僕の反応が異なり、上がる親密度も変わります。
ああ、なるほどね。あ、押すボタンが表示されてるんだ。だからさっき丸って出てたから丸を押さなきゃいけないのか。タイミングバッチリだと親密度がより多く測る。なるほどね。 OK、 理解した。じゃあちょっとクラブ棟にも行ってみるか。のどかさんどこにいるんだ。図書室かな。